こそお分かりかもしれませんが、あなたは今夢の中にいらっしゃる。さて、お気づきですかな？あなたには大きな変化が起こったようです。日々の境遇も波立っておられるご様子だが、申し上げているのはそういうことではない。あなた自身の精神の変化です。今宵あなたをお呼び止めしたのはそのためなのです。これからを進める際に一つだけ忘れてはならないことがあります。覚えておいでですかな？あなたが署名されたカードにはこうあります。我自ら選び取りし、いかなる結末も受け入れんと。何ご心配めさるな。お客人が何を選び取ろうとも、私はそれに従って参ります。しかしあなたご自身は自らの行いに常に責任を負わねばなりません。たとえそれがいかなる結末に結びついてもね。それだけどうかお忘れなきように。ではごきげんよう。